原さん、ほんとごめんね。ほん、それはそう、クルーだ。確かに、やばいやばい、来たよ、ライアちゃんとだわ。どうしよう。あれこれ、ランマさん、松下さん、どこで見つけました、はい、エンジンルームの多分中腹ら辺に。結構ほやほやな感じですか、これ。どうなんですかね、暖かさとか柔らかかったです、まだ。あ、柔らかかった。仕事工場始まってないってことですね。料理、そうですね、なんかあの触って確認したってことですか。あ、そうです、あのちょっと、はい、許される範囲で。あ、なるほどなるほど。赤い人影が右の方。待って待って、俺赤じゃねえわ、俺赤だわ、ちょっと待って待ってちょっとお父さん、お父さん、ちょっと違う違う、本当にちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。俺ずっとライトさんとわちゃわちゃしてたじゃない。ライトさんとわちゃわちゃしてた、行ったり来たり行ったり来たりしてた。どこ？いや嘘だよ、だってそれコックピットだもん。コックピットで停電開けた後に、うん、コットンさんがエンジンルームの方へ走っていくのを僕は見た。違う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 、え、ライトさん、ライトさん、停電前ライトさん、あれ金庫室、そうですよ、それ多分僕の偽物ですね。あやちゃん、あやちゃん、頑張ろうね。おら、コットンさんってね、とりあえず一旦、うん、一旦落ちる人。ちょっと待って、ちょっと待って、本当に俺何にもしてないよ。落ちる人。それを証明するために一旦全員。あ、違う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 、違うんだよ、違う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 、パッション、パッション、パッション。最後どこに行ったか聞いてもいいですか？今？じゃあ一個前の。一個前だからライトさんと言ったけど、そのライトさんが場所わかんなかった、俺もわかんないのよ。パッション。ライトさんはどこにいたんですか、はいはい、最後。ライトさんはコットさんと最後にいましたか。いないんですよ。違う。パッション、パッション。これは。パッション、パッション。ちょっとパッション。ちょっとパッション、パッション。はい、はい。今パッション出すと多分釣られます。違う。そうじゃなくて、本当に俺が何かやったなら、怪しいならいいけど、全く何も関与してないから。本物のライトさんは最後どこにいました。宿舎ですね。コットさんは、コックピットにはいたのは事実。コックピットいなかったですよ。あ、じゃあそれがそれが見たあの赤い幻影は俺の偽物じゃん。それが偽物なんだ。え、ちょっと待って、わかんない、誰も知ってないよ、こっから。わかんない、わかんない。いや、ゴットンさんだな、もう。松下さん、ごめんね。パラさん、ちょっといた？ポチッとね。ラブマツさん。二人いた。え？ラブマツさんの。ゾニキさんが2人いました。ゾニキさんが2人？ラブマツさん違うの？僕違います。こっちに行ったんですけど、ちょっとビビって。コックピット行きましょう、コックピット。3人？ラブマツさんが、ゾニキさんが2人いるって言ってて、ずっと今喋ってたんですけど、ゾニキさん死んでるじゃないですか。死んでるじゃないですか、ゾニキさん。え？嘘じゃん、ラブマツさん。いや、ゾニキさん2人いて、1人通ってって、あれと思って、シャワーのとこにゾニキさんがいて、ニーナとゾニキさんがいたんですよ。そこで合流して、しばらくゾニキさんがシャワー室アーカイブの入り口らへんにいたんです。で、俺が下通って、メインホール通ったら、ゾニキさんが前を走ってて、え、後ろにいなかったっけと思って、戻ったら、もう1人走ってきたんですよ。だから後ろの方が多分。ゾニキさん3人いるじゃん。ラブマツさん、もう絶対嘘でしょ。シャワー室の間にいた人がもう一人なんですよ。それが A としたら、それが A です。
アーカイブとシャワー室の間にいたのが A、うん、B だと言っていたの、うん、で、メインホールに行ったら、ちょっと待って、落ち着いて落ち着いて聞いて聞いて聞いて、これ大事です、大事これ、はい、パッション、これ大事だから、パッション出してる。ちなみにこのゲームってドニキさんって2人しかいないですよね。あ、1人、あ、2人しかいないです、2人もいないですよ。ドニキさんがシャワー、その、パッション、パッション、ドニキ B がアーカイブとシャワー室にドニキ B がずっと、うん、あ A が死んでて B が立ってて、うん、あ A はあ見てないです、その時は B しか知らなくて、でシャワー室からメインホールに行ったらドニキ A がいたんですよ。ドニキ A がいた、ドニキ A を見て、あれ、はい、ドニキさん後ろにいたよなと思って戻ろうとしたら、ドニキさんが来たんで、多分 B が下ってきたんですよ。じゃあ C は何なんですか、ゾニキ C は何なんですか。 C は言ってないです、 C は言ってないです。え、3人たちはなかった。ファッション、ファッション、ちょっと違うって。俺ちょっと、あー猫さんごめんね、猫さんごめん、ね、ごめんね。パラさん、パラさんじゃないんですか。猫さんやられ、猫さんやられてる。オッケーです。パラさん、ほんとごめんね。ほん。あ。お天使が誰か守りました。ライトさん。はい。なんで俺にごめんねって言ったの。え？あ。僕じゃない、僕じゃない。まずパラさん絶対弾けてて、僕パラさん。あの噛んできそうだったんで、ごめんね、すみませんって言って、あのやめてっていう感じで待ってたんですけど、パサ噛んでこなかったんで、手物で俺に噛もうとしてごめんねだったんじゃないの。違う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 、パラさんやめてねっていう。アーカイブの方に行ってた時にラウンジのところでライトさんがパラさんごめんね、いや違う、パラさんなのって言ったら、パラさん何も喋ってくれなくて、いやパラさんなんだって思って、パラさんごめんねって言って、いやパラさん僕が喋りかけたのに、違う違う違う、じゃパラさんだから違うから、僕じゃないこれ、仕事してた、仕事してた、俺も守られてるんじゃないかなと思った。え、パラさんじゃないと思う、俺パラさんじゃない、これ、いやこれインポスターが言えてる、インポスターが言えてる、パラさんじゃない、俺じゃない、パラさんじゃないよ、ライトさんじゃねえ絶対、いやパラさん俺じゃ、パラさん俺じゃない、パラさん俺じゃない、いや俺ラブマツさん怪しいと思うんだよ、違います、いや、いや、これね、僕もラブマツさんは怪しいと思ってて、違う違う、どっちどっち、票集めて、いや、とりあえずコットンさん、コットンさんでしょ、いや、ラブマツいや、絶対もうゾニキさんが3人とかありえないから、ありえないですよ、3人は、だってもうゾニキさん3人は盛りすぎですよ。ラブマツさんなんでしょ、ラブマツさん、なんか怪しい、今日のライトさんは怪しい気がする、ラブマツさん、超ボレもサム時間、ソーシャイン。クソ！クソ！やっとライアンちゃん、ライアンちゃん勝ったよ。俺じゃない。ライアンちゃん勝ったよ。やったわ。ほらやっぱライトさんだったんだよ。パラさんごめんね。パラさんごめんねって絶対おかしいと思って。シェイプです僕。シェイプなんだけど、なんかコットンさんとはじめなんかライトが戯れてたって言ってたじゃないですか。あれラブマツさんの格好して戯れてたのに、あの見えてたんですね僕だって。神の目？神の目？神の目持ってる？神の目疲労で僕に見えたんですか？疲労動きで。オールドアイス。